コンビ間であのちょっと悩みがありました。ないないない。いや僕があるって言ってるんですよ。ないですよね。ないよ。豚骨ポンコツ。だって豚骨ポンコツって変な名前つけてるぐらいでもないもん。ないに決まってるだろ。だって豚骨が好きだから。高校の同級生なんですよ、僕ら高校の同級生。そう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 。で、まあ友達がなんかその豚骨っぽいな。って。おお、当たる当たる当たる。で僕なんかポンコツ。おお、当たる当たる当たる。でだ豚骨ポンコツ。これはいい、よくできた話じゃない。ガハハじゃないんですよ。いやいや、悩みがあるんです、聞いてください。悩みがあるんです。ない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 。あるんです。嘘だよ。ないんだよ、ないんだよ。俺があるって言ってんだよ。もう俺らも。お前たちに一体何を教えてきたと思ってんだよ。俺があるって言ってんだよ。もう俺らもうないんだよ、多分。もうこうなったらもうないんだよ。あるんだけどな。お前たち東久留米、そこ、ここ、サッカー部の。ありがとうございます。よく覚えていただいて。座るタイミングは全く一緒でした。はい、全く一緒でした。いや一応聞いてもらってもいいですか。じゃあ一応じゃあ一応ですか、うん、じゃあ俺のさ話から先に。なちょっとさすがに僕らさせてください。これは何もできないで。いや僕らね、あの、うん、今あのさっき今ちょっと見てもらったのもあると思うんですけど、相方の特技が、うん、あの結構あるんですけど、うん、それが、うん、ちょっとなんかいろいろチャレンジしすぎて、うん、ちょっとなんか変な方向に行ってまして。なんで。いやっていうのもなんか、うん、その次の日のスケジュールをこの間たまたま聞いた時に、うん、なんか2個入ってると。で俺全然関係なくて、うん、で俺スケジュール入ってなかったんですよ、うん、で聞いたら明日何って聞いたら、うん、と16時に TBS でオーディションで18時に、うん、また別の日テレかなんかでオーディションみたいな2件あるって言って、うん、で1件目が10秒で着ている服を全てパンツにしまうと、うんうんうん、そのオーディションがあると。あの特技がありまして、うん、でその後が、はい、火をつけたマッチを口で消すっていうオーディションがあるっていう、うん、だからこいつどこに向かってってんだろうっていう。いやそれはもう間違いない。イリュージョン芸人、いやイリュージョン男じゃないですか。そんなそう、うん、意味わかんないじゃないですか、うん、だからそのイリュージョン男を目指して、はい、びっくり人間大集合のさ、はい、あのセンター取れるように頑張ろうよ。頑張ります、うん、いやそしてあのいや別れなきゃいけなくなっちゃうのよ。ただセンターになれるんだよ、びっくり人間。すごいですよね。いやだから どんどん変な方向になんか行ってるんじゃ、うん、面白いなっていうのはあるんですけど、うん、ちょっと行き過ぎると、うん、なんか変ね方向に行っちゃうと嫌だなっていうのがありまして、まあ何個かまああるんですけど。そうなんですよ。何個か他にもある。他にもあるんですけど、うん、あの僕ちょっと動体視力結構良くて、例えばじゃあ宇土様がなんか思い浮かんだことをパッて言うじゃないですか今口で、うんうん、それをその口の動きとかを見てほぼ同時に言うことができる、うん、その言葉を。本当に。はい。だからウドさんも何でもいいです。今思い浮かんだことをほぼもう同時に言います。か同時に。わ、うん、かりました。せーの。アマロクはミラクル三頭身。ほぼ同時ですよね。何言ってるか分かってなかったの今。じゃあもう一回いいですか。これでもう一回やるの。これって。もう同じセリフをもう一回言うの。違う言葉でいいってこと。違う言葉です。違う言葉。じゃあ行きますって言って、うん、そっから別にどのタイミングで言っても大丈夫。せーのとかいう優しさもいらないってこと。はい、もう口の動きだけ勝手なタイミングで言っていいってこと。はい、もう長さとかも全然何でも大丈夫です。一回でもちょっと見ますね、口は。うん、はい。はい。いいですよ。行きます。はい。カルボナーラ巻いたと思ったら巻いてなかった。いやいやどうですか、ね、いやどうですかじゃないのよ。お前に巻かれたような気がする。なんかうまいこと言ってますね。言えてんのそれ。言えてどうでしたの言われた感じ。でも同時ほぼ同時に言ってますね。なんかね俺がなんか言ってるっていうなんか俺が答え合わせしてるみたいな感じだった。てか一瞬お前追い越してなかった、うん、なんか俺がお前に合わせてるような。なんかそうっすよね。俺一回一瞬追い越せなかった。宇藤さんもちょ一回じゃあの単語だけやってみてもいいですか。単語だけ、オッケーオッケー。単語、わかりやすいからね、そっちの方が、はい、単語だったら、パッて、はい、行くと思うんで、はい、頼むよ。行きます。はい。パンダ。パンダ。はい。ほぼ。ほぼ。いや。いや、俺パンダって言ったんだよ。僕パンダって言いましたよ。僕もパンダって言いました。ほぼ同時で。お前宇土様にこんな変な特技持ってくんな。なんで変な変の変な、ね、わかんない特技持ってくんなよ。もう俺はもうね、俺のつまり俺が言った後に合わせようとするから、はい、ものすごい多分早いんだろうな。だ俺パンダだけど、うん、お前はパダに聞こえたのよ。だからその文を省略して、だから、はい、そこに合わせてるのすごいね、はい、だからお前の必死な感じが面白いね。ありがとうございます。なんかこうなってる。皆様、ありがとうございます。ありがとうございます。これ特技としてどうですかね。どうですか。いいですか。使ってって大丈夫ですか。これ使わないで。はい。
俺が使います。全然いいですよ。全然いいですよ。全然いいですよ。今やんないでいいの。今やんないでいいのよ。ほぼ会いましたよ。ほぼ会いましたよ。はい、遅れてますよ、ね、ますよ。何やってんの。何ですか。ウソさんも同じことゆっくり言ってるだけだ。後で聞いた上でゆっくり言ってるだけだ。面白い。お前面白くしてくれるね。じゃあどうすればいいですか。まあまあ、悩みとしてはまあまあいいんですかね。いいですか、うん、このままいろいろやって。そうそう。そのびっくり人間のところ、はい、瞬間イリュージョンのところは、はい、もうそこに徹底してできるように大城に任せてさ、はい、そういうそれでショーでさ、それであの途中で俺が出てくるみたいなやってくるんですよ。宇野様は宇野様はいいとこ取られて僕らの現場についてきてくれる。宇野様なんでか楽しみにしてます。頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。